きょうは立地表明式が行われ、住友ゴム工業の村岡清重取締役常務から郡仙台市長に立地表明書が手渡されました。安全で環境に優しいサステナブルなタイヤというのを進めてまいりました。今回ですね、さらにこのナノテラスという新しいこの武器を私たちは手に入れることができました。ぜひこのナノテラスを活用させていただきまして、弊社の研究開発をさらに加速していきたいと考えています。東北大学青葉山新キャンパス内に整備中の次世代放射光施設ナノテラス、太陽光の10億倍明るい光を使い、物質を原子レベルまで観察できる巨大な顕微鏡で、来年度から運用を予定しています。今日は住友ゴム工業の研究開発担当者らが訪れ、計測装置などを視察しました。いろんな設備が今どんどんと出来上がっていると、もうワクワク感があってですね、新しいものがこれからどんどん出てくるんじゃないかと、そういう期待感を持ちました。その性能を向上させるヒントをこの施設で得たいと思ってます。住友ゴム工業ではタイヤの劣化抑制や材料の新しい機能の発見などにナノテラスを活用したいとしています。その中でも必要に重要なのが硫黄っていう化合物があります。硫黄がですね、どのようにですね変化してタイヤをですね硬くしたりとか、しなやかさを失ったりするのか、そういったことがですね見えてくるようになると思ってます。そうすることによって性能をですね長く持続させたタイヤを作る、そういったことができると考えています。仙台での研究拠点となるのが、今月末に竣工予定の青葉区中央にあるアーバンネット仙台中央ビル。ナノテラスとの専用回線を持つ実験データの分析室などがあり、住友ゴム工業では来年4月からの活用を予定しています。